かくさんは指君、はい、つまり指役、指役です。<laughs> 指だったんですけれども、もうなかなかの指って今までありました？ないですね。<laughs> なかなかこう、ないですよね。役者人生で指をまさかやるとは思ってなくて、CG というかね、合成の撮影がすごい多かったんで、想像ができないままこう僕はひたすら指をやっていたわけです。<laughs> 特殊な器具にこうつけついてこう。 指の可動域を表現しなきゃいけないっていうので、結構割とアトラクション的なこういう状態で常に撮影してたので、あの翌日体がバキバキになりまして、大変なんです。そうなんですよ。だから思った以上にやっぱり指役って大変なんだなっていう。各言語のスペシャリスト、もうどの国に行ってもすべての国に対応できる言語、本当にアマゾンの 奥の方にいてももうその国のスペシャリストがすぐにこう同時翻訳してくれるみたいな世界のどこでも楽しめて安全に旅行できるんじゃないかなとか思ったりします最近頭を激しくぶつけましたかぶつけてないですい,いいえでお願いしますいいえ次のような症状はありますか当てはまるものをすべて選んでくださいいろいろありますね、はい、ものが二重に見えるのの痛み こちらは喉の痛みを選択していただけますか喉の痛みをじゃあ選択します喉が今腫れていますかこちらははいでお願いします喉の赤みがありますかこちらはね、わからないでお願いしたいですわからないですわからないかいいですよねはい、そうなんですよね鼻水が出ていますかこれはね、いいえですねいいえはい、こちらで回答結果を見るでお願いますはい、じゃ見てみましょうはいすると、お、出ましたはい 出ましたね。ご覧ください、はい、いろいいい。ろろと出てまいりまりす。はいすね、あご覧ください、はい、病院を探すというのが出てくるわけですね。すはい、こんなふうにですね。あと診療科、どちらを選べばいいかというのも出てくるということですが関連する病気ですとか病院なども調べられるともうとにかく手軽ですね、操作性が良かったりとか質問もシンプルだしすごく細かくいろいろ症状を聞いてくれるので。 冷静に判断ができてでかつこういうね病院を探してくれるっていう非常にいい頼もしいアプリだなと。2023年に30代男性が最も検索したワードをランキング形式で表示をしています。もう難しい顔されてますけど、うん、はい。30代男性です、ねはいはい。リアルじゃないですか？そうなんですよ。うん、僕私今34なんで。うん もうまさに、はいね、だから自分が痛いところを言えばいいんですねこれはね多分ね <laughs> 5位が、うん、頭その心は20代はそんなことなかったんですけど<ー>30代になってちょっと増えてきたかなと、まあ、気圧の問題だったりちょっと睡眠不足だったりするときに結構頭が痛いなっていうことが前より増えた気がする,、うん、なるほど。では正解見てみましょう正解はこちらです 背中僕自身がですね背中が痛いっていうことが人生で一回もないんですよすごいそう、すごいですだからちょっと外れたけどちょっと今ホッとしてます健康なんだ間違いないですはいではここから三位の検索ワードを入れていただきたいんですが角さんの答えは喉。喉喉の痛みその心は大体の人がなんか喉痛いって言ってません <laughs> <laughs> では正解見ていきましょう正解はこちらです正解ですやりました致命的な病気はないだろうというふうに考えている方がかなり多いんですけれどもその医学的にはあの変と周囲農業のようなすごく急速に発達して窒息しちゃうような喉の痛みも これれ頻度としてはもも、ちろん少ないですけれど1,000人に1人弱ぐらいですけれどもありますですのでそういった方も指上ででは一部いいらっしゃいますですね。何事も軽んじてはいけないなっていうのはちょっと30代でまだ若いですけどこれからねどうなるかわかんないんでちょっとちゃんと指を使って検索したいと思いました、ね。